今で言うと、鶴巻町という、ボーカロイドを否定する感覚が、状況の悪化の原理ではあり、その場合逆探知が可能、というイメージはある。そこが諸悪の源。否定というか、誰を問う感覚が悪、というか。一応は他のボーカロイドと似て、これはあくまでも、レアリティのある端末、そういうニュアンスではある。それを、持つ、それの何がどう問題なのか？それに対して、苦痛、を言い出す感覚の、後ろ。例の、平成の始まりに発生した混沌の末に、犠牲になった女性、というのが、このまあ、軽音楽を志向する、ちょっとセクシーさを売りにしちゃう感じの女性、だろうとは思う。それの存在を許容できない感覚が少し、いびつに広く広がってはいる。結論的には彼女が求めたもの、かも。自身のそれを広く人々へ伝えられる何か。